メガネ君頑張って。月島です。いやメガネ君さ、読みはいいんだけど弱々しいんだよ。ブロックがこうガッと止めないと。ガッと、僕まだ若くて発展途上なんですよ。筋力も身長もまだまだこれからなんで。そんな悠長なこと言ってるとあのチビちゃんにいいとこ全部持ってかれちゃうんじゃねえの。同じポジションだろ。それは仕方ないんじゃないですかね。え、日向と僕じゃ元の才能が違いますから。失礼します。なんか地雷踏んだんじゃないですか、クロウさん。まあ、いいってこと。はい。たかが部活だろ、なんでそんな風にやるんだ。例えばすごく頑張ってカラスノで一番の選手になったとして、その後は万が一全国に行くことができたとして、その先は果てしなく上には上がいる。たとえそこそこの結果を残しても絶対に一番になんかなれない。どこかで負ける。それを分かってるのにみんなどんな原動力で動いてんだ。そんなもんプライド以外に何がいるんだ。でも納得はできない。ちょっと聞いてくる。え、はい。お、珍しいな、カラスノの1年。聞きたいことがあるんですけど、いいですか。いいよ。お二人のチームはそこそこの強豪ですよね。まあね。全国へ出場はできたとしても優勝は難しいですよね。おいおいおい、不可能じゃねえだろ。まあまあ聞きましょうよ。家庭の話でしょ。僕は純粋に疑問なんですが、どうしてそんなに必死でやれるんですか。メガネ君さ、月島です。3対3やんない。え、お、それいいな。よしやろう。いや、ちょっと質問に答えてください。あー、3対3俺もやりたいでーす。おー、チビちゃん一緒にやろうぜ。やります。はい、俺もやります。イエーフ、お前レシーブ練習は終わりました。よし、じゃあこっちは俺とチビちゃんに明かす。そっちはクロウにイエーフに。メガネ君、お、こっち月島です。メガネ君、メガネ君。はい。じゃあ行くぞ。さあ来い。よし、あ、俺行きまーす。オラーイ。あ、拾われた。ブロックは極力横っ飛びすんな。間に合う時はちゃんと止まって上へ飛べ。はい。オラーイ、帰ってきた。チャンスボール。ひなた、トスを見てからちゃんと止まって上へ飛ぶ。くそー。ナイスブロック。ツッキーナイス。ツキシマくん、はい、ミッション1クリア。あの、一応僕ら試合になったら敵同士ですよね。どうしてそこまでアドバイスしてくれるんですか。僕が親切なのはいつものことです。その目やめろ。意識しろ。指の先まで力を込めろ。指の先まで力を込める。絶対に吹っ飛ばされないようにだ。絶対に吹っ飛ばされないように。で、手は上じゃなく、手は上じゃなく前に出せ。前に出す。それが、それがキルブロック。うっ、キシーマー。ゴミ捨て場の決戦ってやつをさ、なんとか実現したいんだよね。へー、
また一人厄介なヒナガラスが殻を破り始めた。メガネ君さ、月島ですって。さっきの質問に答える。お、はい。バレーボール楽しい？いや、特には。それはさ、下手くそだからじゃない？俺は3年で全国にも行ってるし、お前より上手い、断然上手い。それは分かってますよ。まあでもバレーが楽しいと思うようになったのは最近だ。ストレート打ちが試合で使い物になるようになってから。その瞬間があるかないかだ。目の前のやつをぶっ潰すことと、自分の力が 120% 発揮された時の快感が全て。まあもしもその瞬間が来たら、それがお前がバレーにはまる瞬間だ。ミッションコンプリート。田中さん。